えー、自分だけのの部屋久しぶりの収録ですね、えー、今ワシントン DC にいてソサエティ・フ、え、ォー・ニューロ・サイエンスっていう、まあ、学会に、えー、出て発表とか、えー、聞いたりとかするために来てるんですが今朝の n o w イス i で、えー、とてもいい質問がありまして数学の番組でやってたらしいんですけどその数学は人間が発明したものかそれとも発見したものかという、えー、この2つのどちらなのかっていうか ことですよ、ね、で、そのことで議論しようと思うといろいろ前提となることをもうちょっと確かめなくちゃいけないんで、えー、ある程度時間かけて、えー、考えてみる、えー、価値がある質問だなと思いました。で多くの数学者は、えー、まあ例えばフェルマの最終定理でも何でもいいんですけども、うん、ある定理があるあるいはリーマン予想っていうのがあって。 リーマン予想が正しいかどうかってまだ分かってないんですけどいま、えー、だ証明されてない命題も含めて何か答えは最初からあるんだろうなと思ってると思うんですねその素朴な直感として。でこの素朴な直感ってのはもちろん正しいかどうか分からないしそれの前提になってるさまざまなことがあると思うんですけどいずれにせよですね、えー、まあ我々がそのある時点でもっていう数学的な知識というのは。 もともとこの宇宙に潜在的に存在している数学のごく一部分でしかなくてそのことを我々がある意味で発見していくという、えー、要素があると思,う思ってると思うんですね。でこれが正しいのかどうかっていうのはまたちょっと詳細な議論をしなくちゃいけないと思うんですがとりあえずはあの発見するものだと思ってると思うんですよ。でこの発明と発見の違いというのは 人工物にについては非常に明確なんですよね例えば時計が腕時計があるとで腕時計が砂漠の中に最初から埋まっていて、えー、それを人間が見つけた場合ってこれは発見ですよね一方で、えー、人間が必要性に応じて、まあ、時計のムーブメントとかをいろいろ考えてでそれを実際に部品を作って切り出してで腕時計を作るっていうのはこれは発明なんでしょうで そういう意味でその砂漠の中に最初からあるものを発見するっていうのとえ人間がいろいろ工夫してえそれを生み出すっていう発明っていうのは違うような気がしますよね。だけど見方を変えるとその腕時計という物質のコンフィギュレーションというかその組み上げられた形というのは最初から潜在的な可能性としてはこの宇宙に存在しているわけですからある意味ではその。 人間は腕時計を発明するというのはその腕時計という、まあ、構造の可能性を最初からあった可能性を発見したということもできると思うんですね。で数学において例えばそのユークリッドの頃のユークリッド幾何学っていうのは、えー、まあある特定の幾何、まあ、学的構造をとってたんですけどそれ以外にもその非ユークリッド幾何学っていうのがあると。平行行線の行為とか えー、そういうものを満たさない幾何学もあるということが丸実が分かってきてでそれが実際にその相対性理論などにも使われるようになって今はもっともっと複雑な幾何学も、えー、あることが分かっているわけですよね。でそういう幾何学もある意味では人間がその素朴にユークリッド幾何学を唯一の、まあ、空間の幾何学だと思っていた頃から潜在的にはこの宇宙のとこにあったと。 いううことだとだ思うんでそういう意味においてはやっぱりそれは人間が非ユークリッド幾何学を発明したという言い方もできるだろうけど最初からそういうあった可能性潜在的な可能性を発見したという言い方もできるだろうとだからその発明と発見っていうのは別に対立する概念ではなくて両立する概念なんだと思うんですよねで実まだまだ見つかっていない数学的構造はあるんだろうとですからマンデーブローが非常に当時の,そのコンピューター 原始的なコンンピュータータでで書いたマンデルブロー集合ですよね。これ,フラこれが、まあ、いわゆるフラクタルブームの先駆けになったわけなんですけどもあれなんか自己掃除的な構造というのもマンデル・ブローが、まあ、これは発見したんでしょうコンピューターで数値実験で発見する前からずっと実は宇宙の中にあってでまあ フラクタルというのは実際にその自然界の植物の、えー、葉っぱとか枝の模様とかですねいろんなところにそのフラクタル性があるということが分かってるわけなんですけどディアス式海岸みたいな海岸の様子とかでそういう形で自然界の中に実際にそういうフラクタルの数理に基づくスケール不変な構造っていうのはあってでそれを我々気づかないうちに囲まれてるわけで,でそれを気づくというのはある意味では砂漠、まあの中にある腕時計を 実験するみたいなことに近いのかもしれませんけど一方で、まあ、そういう、まあ、コンピューターを使ってそういう数値実験をするという意味では発明をしているという言い方もできると思うんですよね。えー、エドワード・ロレンツが見つけた、えー、いわゆる腸の羽ばたき効果ですねバタフライエフェクトなんかもまあ決定論的カオスという新しい分野を切り開いたわけですけども。 えー、そのようなその、えー、数学の構造は、まあ、まあ最初からあったわけですよねおそらく。だから実際に世の中で動いてるわけですよね。だからそのブラジルの、えー、ジャングルの中で蝶が羽ばたくとやがてそれが、えー、メキシコテキサス州における、えー、トルネードになるというようなことっていうのはまああったわけできっと。でそれを、えーまあ、ロレンツは。 発見し明という言もるしか発明と発見というのは常にそ,の、えー、そういう形でなんかどんどん接近していくというか人間が結局発明するものというのはもともと自然界の中にある構造というか数学的な,、えー、なんていうかなフォーミュレーションを発見していくということにもつながっていくだから発明は発見におそらく接近していくんだろうということだと。 思うんですよねでこの問題って結局すごくややこしい話になってその、まあ、ウィーンなどでかつて、えー、流星を誇った論理実証主義っていうものがあるわけじゃないですかロジカルポジティビズムっていうものがあってまあこれはなんていうか極端なこと言うと数学というものをある種の実験として捉えるっていうことですよね。でその最初からそのプラトン的な意味での、えー、なんていうんですかね数学的構造があると。 考えるのではなく、まあイデア的な構造があると考えるのではなくて、人間があくまでもその認知を通して、うんまあなんなんていうか実証していくっていうか発明していくっていうのに近いだから、より人間の認知を元にした考え方だと思うんですよね。で、この話というのは結局今の量子力学におけるいわゆるコンタム、えー、量子ベース主義みたいなものにもつながっていって、人間の認知とかそういうものを、えー、まあ主流 基軸においてでそ,れそれによってその社会を世界をどのように認識していくかという、えー、そういう側面から、えー、科学とか数学ということを捉えていくっていう流れはあると思うんですね。でこれはあ,の、まあ、ある意味では、まあ、ソーカル事件というので非常に大問題になったわけなんですけど、えー、ある種の相対主義っていうんですかね社会構成主義っていうんでしょうかそういう、まあ、もし人間の認知が。 えー、そう数学だとか科学的な心理の元になっているんだならばそれは社会的な、まあ、構造の影響を受けているだろうとだから極端なこと言ったら今で言うとジェンダーのような、えー、話があって例えば、ー、男性性女性性あるいは他のジェンダーそういうものでさえひょっとしたら、えー、数学とか科学の心理にも影響を与えているかもしれないみたいなことを言うのが、まあ、極端な例だと思うんですけどそこまでいかなくても、えー、その人間が。えー 数学の構造をまあ認識してそれをいろいろ構成していく以上それは社会的な影響を受けるとあるいはまあ言語的な展開っていうのがあったわけですからビットゲンシュタインのこの言語的な展開自然言語によってまあなんかさまざまなことが構成されていくというそういうものの一部として数学っていうのもあるっていうような考え方があると思うんですよねでこれとそのいわゆる素朴なプラトン主義っていうか最初からその数学的構造っていうのがあってそれを人間が発見していくもんだってことは一見対極に あるように見えるんですけど僕の立場から言うと実はそんなに離れてはいないんじゃないかなとだからそういうんか論理実証主義的な考え方とそのプラトン主義的な考え方っていうのはそんなに離れてないんじゃないかなと僕に思えるんですねというのはそのもともとそのまあじゃあ人間の主観で、えー、言語的に記述数だとかあるいはそのビット・ゲンシュタインが言う言語ゲームとしての、えー、成り立ちとかですねそういうことがあったとしてもじゃあその言語って どうやって生み出されているのかっていうと、結局脳の神経活動ですよね。脳の神経活動っていうのは物質の振る舞いですよね。非常に複雑なんだけど、小線は物質の振る舞いなんですよね。鉄道鉄尾は物質の振る舞いなんですよね。で、それは自然法則によって進行しているわけですよね。ですから、例えば、えー、量子ペイズ主義を唱えている、物理学者が、 量子力学の法則っていうのは結局我々が世界に持っている知識の形式に過ぎないっていうようなことを言ったとしてもそのことを記述している彼ないしは彼女の言語ないしはその時の思考はあくまでも脳の神経活動の、えー、構造によって生み出されてるわけですよね。でそうなってくると、えー、ある意味ではその主観は客観に繰り込まれてるわけじゃないですか。まあ、ベイズ主義を取る人の その原説も結局そのえ客観的な脳のまあ振る舞いに帰着するわけなんで結局だから全てはその繰り込まれてるわけですね別に言い方すると確かにだからプラトン的なイデア例えばじゃあ完全な円というのはこの世には存在しないとで完全な例えばじゃあルート2っていうえまあ無理数も完全な形ではこの世に存在しないというかその無限桁の 精度を取らないと意味がないわけで、じゃあ、例えば、オイラーの公式の E のは1倍超プラス150っていうのも、まあ、その完全な意味でそれが、じゃあ、この世で実装してるかっていうと、実装してないわけなんですよね。だから、数学的な概念っていうのは常にこの世にはないっていうふうに言ってもいいんだけど、だけど、一方で、えー、そういうことを唱えてる我々の、なんていうか、言説というのは、神経活動によって生み出されていて、で、神経活動っていうのは、 結局その物理科学的な化学的な、えー、法則で動いてるわけですからでその物理的な法則を我々の主観に基づいて記述するって言っててもその主観自体がその物理法則によって成り立ってるわけだからそこで繰り込まれてるわけですよね。でそこであの不思議なことにそのイデア的なものが登場するっていうのがものすごく面白くてだからその、えー、量子じ ベイズ主義にしてもキュービズムにしてもそれから論理実証主義にしてもそれを記述している概念っていうのはあくまでもノイズだらけの進撃活動の、まあ、によって生み出されているわけでしょうそこに何かジャンプがあることは間違いないんですねそのノイズだらけの非常に雑多な活動本当に一つ一つの進撃活動っていうのは雑多だと思うんですよでその中にある分子構造分子の動き,動きとか揺らぎとかそれも非常に何ていうかうん なんか揺れ動いてるものであって、で、それがなぜか思考、人間の思考ってことになると、まあ僕の立場から言うとそのクオリアってことになるわけなんですけど、そのクオリア的に見ると、そのノイズだらけのものが、なぜかそのクオリアっていうちょっとイデア的な構造をちょ、まあ、想起させるものに接合されるというか、ここに非常になんか大きなジャンプがあるわけなんで、で、そのことを考えると、ええー、まあ、確かに、 完全なる円っていうのはこの世には存在しないし、えー、無理数も存在しないし、それからそのオイラーの公式も完全には実装されてないんだけども、あたかもそういうものが存在するかのような、えー、まあ思考を我々は持っているわけなんですよね。でこれが非常に大きなうん謎なんだと思います。これがおそらく神道問題とほぼ等価なんだと思うんですよね。なのであのなんか。 発見するか発明するかという違いを植物的に捉えるとそこには大きな差があるように思うんですけど要するに砂漠に最初から埋まっている腕時計それに対して自分たちが作った腕時計という意味においてはあのまあそこには差があるように思うんですが一方でそのプラトン主義と論理実証主義の間にそんなに差があるかっていうと。 論理実証主義でさえ使われている概念がある種プラトン的なものであるということを考えると、そこに見る繰り込みの構造まで考えると、実は全てそのプラトン的なものに回収するということも、回収されるということもできるし、それからそういうプラトン的なものが生み出されている神経活動の現場に沿って言えば、そこには、えー、その、 プラトン的なななもものは一切いいととうことにもなり得るしだけどそのプラトン的なものは一切ないと言いながら実際に我々の意識を見るとそこにはクリアがあるわけだからそこには当然プラトン的なものが現れているわけなんですね。そういう非常になんか複雑に入り組んだ構造になっていてそこでいう主観と客観とかそういう区別通常言われている通常のその議論においてはそれがあったかも区別があるかのように言われていることってのは実はそんなに区別がないんだろうと。 私は思っているんですねでこの話って結局その数学基礎論の話にもつながっていってしまってうん僕は何かその数の概念って我々なんか直感的に思ってるわけじゃないですかただ自然数の概念とかあるいはその、まあ、さっき言ってる有理数無理数の概念だとかですねそういうの我々直感的に思っていて例えばペンロスなんかはその中でオペレーションしてる人だと思うんですよね。 まあヒルベルトなんかあったりから始まっているというかヒルベルトの前にももちろんいるでしょうけどその形式化っていうか非常になんかその論理的に緻密な形でやっていこうっていうまあ流れがあってそれはそれでまあ意味があることだと思うんですけどただその集合論にしてもカテゴリー論にしてもえそういうものを通してえ自然数って数を形式化しようっていう試みってどっかなんか不自然なところというか無理なところがあって でそのことがあのこれ以前あのこれ前にもこの、えー、自分だけの部屋のシリーズかどっかでお話したかもしれませんが、えー、カテゴリー論におけるその Evil Questions て聞いてはいけない質問っていうのがある、まあ、集合論も同じですけど基本的に要するにそれカテゴリー論とか集合論で、えー、数をフォンビレートしようとするとなんか変なことが起こってくるというか。 まあじゃあ集合論で言ったらほんの今のやり方でもいいんですけどそのペアノの効率を満たすようなフォーミュレーションができたとして自然数が本来持っている性質そのペアノの効率を満たすような自然数の性質はもちろん当然そういうふうに設計してるわけですからえ出てくるんですけどそれ以外のなんか妙なえ性質だから集合論使っちゃってるんである数がある数に属するかどうかっていうような変な質問これもともとはだって そそういうううういいい概念はななわけんんででううことが出てきちゃうんですね集合論を使うことによって。で集合論よりもカテゴリー論の方がより数学者の普段考えている形式に近いとも言われてるんですけどだからグロトンティークなんかはそのカテゴリー論推しだったと思うんですけど伊前先生は何かそのなんて言うんですかね数のように、まあ、我々がナイーブに あるると感じるものでその詳細っていうのは見てくると、まあ、じゃあ複素数も我々が内部にあると感じているとするとでその上で、えー、リーマン予想みたいなものも、えー、持ってこれるとでそこで非常になんかエキゾティックな存在というかあのー、なんていうんですかねゼータ関数なんかを使って、えー、いろんなその予想も出せると非常に複雑な、あのー、計算もできると。 でそのようなものっていうのは、まあ、ある種内部で、内部に行われていて、それがまあ普通の意味での数学なんですけど、でも基礎論ってことになると、それをなんか形式的に、あるいは合理的に基礎つけなくちゃいけないと思うわけですね。そのためにその集合論とかカテゴリ論みたいなものが引き出されてくるんだけど、でもそのようなその、我々が内部に思っている存在をちゃんと定式化しようとすると、すごく微妙なことが起こってきてしまうと。 でそれって例えばあのラッセルのパラドックスなんかもそうですよね、まあ、ラッセルが、まあ、自分自身を含まないような全ての集合の集合ってことを、まあ、見つけちゃったと、まあ、それ以前にも見つけた人がいたんだけど、まあ、ラッセルがそれに気づいたとであのラッセルはそれを解決するためにタイプセオリーみたいなことを考えなくちゃいけなくなったってわけですよねでだけどそのタイプセオリーってものすごくなんか変なものなんですよね であのまあ、ちょっと不自然というかちょっと無理やりって感じがあるじゃないですかでそのラッセルのパラドックスなんかは結局突き詰めるとそれってあの自然言語の持っているある種の暴力性というかうん自由度と関係しているわけですよねなので、えー、とだから自分自身を含まないのは全ての集合の集合ていうだからなんでそういうものがラッセルのパラドックスってまあ構造としては単純じゃないですか自己研究性というか。 まあだからあのバーバーのパラドックスみたいなのもありますよね。えー、ある村である床屋は自分自身のひげを剃らない人のすべてのすべての人のひげを剃ると。そしたら、えー、その床屋は床屋のひげは誰が剃るのかという問題があるわけですね。でもし自分で自分のことを剃るんだったら、えー、そのそれはその自分自身でひを剃らない人のひを剃るっていう定義から矛盾するし、でもし 徳屋がそのを剃らないんだととすると自分自身の費用を剃らない全ての人の費用を剃らなくちゃいけないわけですからその床屋は自分のひげを剃らなくちゃいけないことになるわけで矛盾するわけなんですけどでこういう矛盾が起こるのっていうのは我々が使っている自然言語の持ってる万能性というかありとあらゆるものを表現できるわけですよね。 例えば神は自分が持ち上げられない石を持ち上げることができるかっていう例えばそういう定式化があるとでもし自分,を持ち上げ自分が持ち上げられない石を作れないんだっつうとそれは神は万能じゃないってことを示してますよねそれからもし自分が持ち上げることができない石を作れたらその石を神は持ち上げられないわけですからやはり神は万能ではないってことになっていずれにせよ神は万能じゃないってことになるわけなんですけども、えー、それなんでそういうことが起こっちゃうかっていうとその 我々が自然に使っている自然言語、ナチュラルに使っている、素朴に使っている自然言語というものか、そういう概念も表現できちゃうからですよね。あるいはその神は四角い丸を作れるのか、スクエアサークルを作れるのかっていう。これだって、スクエアサークルっていうものは、えー、ありえないわけじゃないですか。ありえないんだけど、自然言語としてはそういう言語って作れちゃうわけですよね。 でそれが自然言語の持ってる万能性である意味ではその神の万能性というのは自然言語の持ってる万能性のサブセットだっていう言い方もできるかもしれないぐらいなんですけどでも逆に言うとそういうものを我々が実際に運用してるっていうのは驚くべきことだと思うんですよね。結局これっってててクオリアとととか思考性のののの問題に僕はつながっていくと思うんですなのです世界の実在の捉え方として うん、我々が、えーまあ、感覚的クオリアだとあんまりゲームができないんですよね。赤の赤らしさっていってもそれ以上は先に行けなくなっちゃうんだけどその思考的クオリアインテンションアイティーが入るような言葉の意味が入るような形でその我々が言語言語でやり始めると至る所にそういう矛盾というかつ、えー、いつまがわないことが出てくるわけなんですよね。それをラッセルのパラトックスなんかはただ、えー、記号 論理というか、その集合論の中で取り出したに過ぎないし、ゲーデルの不完全性定理でも、おそらくあれは、今言う、議論しているようなその自然言語の、本当に日常的な自然言語の、えー、持っている暴力性っていうか、矛盾性を一つ結晶化したものだと思うんですよね。で、そういうことをつらつら考えていくと、えー、そもそも数学は発明なのか発見なのかという、 ナイーブな質問、まあ、僕はこれナイーブだとでもとてもいい質問だと思うんですけどもう背後に現れているなんか前提みたいなものがおそらくち違うんだろうと思うんですねおそらく我々はあんまりそこを深く考えてない考えきれてないというかそういうことについて通常言われてるようなうーん議論というのはおそらく違っててそれは振動問題という非常に難しい問題の核心にも関係していることなのかなと。 えー、私は思ったりもしますなのでその数学は <laughs> 発明なのか発見なのかというこの質問のぜ前提条件を取り直していくといろいろ厄介なことが出てくるしその厄介なことの向こうにいろいろ面白いことがあるんだろうなと思ってます。いずれにせよその自然言語っていうのはものすごくパワフルなもので,でそのことはあの今回のラージランクイージモデルの流星を通しても我々知ったんだと思うんですよね。今までのの考え方っていうのは えー、数学は厳密な、まあ、議論であると。で、それに対して自然言語に基づく議論というのはお話というか、うん、曖昧なものだっていう言い方がなされてきたわけなんですが、えー、まあ、ラスセルのパラドクス的なところに行くと、実は数学的言語と自然言語ってのはものすごく結びついていてで、自然言語をコンピュテーショナルに捉えることが、えー、可能になるというか、 えー、自然言語をコンピュテーショナルに捉えて初めて見えてくる地平、まあ、線があってその中ではあまりその、えー、自然言語と数学的言語の間に本質的な差異はないのかもしれないですよね。で結局ラージラングジーモデルチャット GPT のようなラージラングジーモデルはそのコンピュテーションとしての自然言語という側面を貫いていった時に何が見えてくるかってことを考えるぐらい非常に面白くてでそこからがビットケンシュタイムの、えー、まの、あ、言語ゲーム っていう話にもなってくるしそれからまあ僕は現時点における最大の関心事の一つと言っていいと思うんですが私的言語プライベートラングエージは果たしてあるのかないのかっていうビットゲンシュタイの問いにも関わってくると思うんですよね。でこの私的言語論っていうのは何で面白いのかっていうとやっぱりこれ僕思考性ってことに関わってくるからだと思うんですよね。 シニフィアとシニフィエの関係についてそのも,もちろんオノマトペだったらなんかそこに密接な関係があるように見えるけども実際にはそうではなくてやっぱりシニフィアとシニフィエというのは、えー、と自由にアソシエーションできるわけで,でそのシニフィエというのは意思硬性なんですよねインテンショナリティで,でインテンショナリティがあの必然的に公共性を持つというのがピット・ゲンシュタインの主張じゃないですかだから例えばじゃあ,ある言語をしゃべってる人が世の中では1人しかいなくなったと、まあ、例えばある滅びた民族がいて でもその人が実際にその人の話は一人しか分かんないにしても、えー、原理的にはその人の言語を他の人が理解する可能性はあるわけですよね。だからその原理的に繊細的な原理性においてほかの,、えー、の人がそれを理解できるかどうかっていうところまでいくと、えー、そういう原理的な意味での指摘言語はないというのがピットゲンシュタインの。 まあ主張だと思うんですけど、これはなかなか、あの、面白い、え、ことなんですというのは、その、えっと、今で主観というものは、その、客観的な物質の世界に比べると、まさに主観に閉じ込められているという意味において、ちょっと一段下に置かれてきたという感じがあると思うんですね。で、その構造っていうのは、ちょうどその数学と自然言語の関係で、数学というのは客観性を厳密に追求したものに見えるんだけど、自然言語っていうのは、 あ,のあ,あくまでも曖昧な主観的な記述であるっていうのはニュアンスがあってだから数学の方が自然言語よりも上であるエキザクトであるとそして客観性を持つと公共性を持つっていうふうに言われてきたと思うんですけどでもし知的言語っていうものがないんだとするとその自然言語の基礎となってる思考性インテンショナリティーにそもそも構造的な公共性があると、でそこからそのジェールブレイクすることができるかもしれないんですよねその自然言語が。 自然言語のその、えー、指摘言語化のジェイルブレイクっていうのがもしそのループホールっていうかな鍵穴が常に保障されているものならばそこを通して自然言語が数学的言語と、えー、同等の公共性とか厳密性を持つ、えー、道筋っては僕はあるんだろうと思うんですよね。そこまで考えるとあの数学における発明と発見の差というのは実は本質的な差ではな,くないんじゃないかと、えー、私には思います。 でそこまで突き詰めていった時に果たして、えー、今まで我々がまあ瞬別してきた例えば数学的言語と自然言語の違いそれからそのまあ例えばペンローズなんかは、えー、量子規約に対してコンタムリダクションあるいはオブジェクティブリダクション OR っていう説を唱えてるわけですねこれはだから未知の量子重力理論、えー、によってそれが書けるっていうふうに言っててそれに対してじゃあ キュービズの人たちはいや量子医学は主観なんだっていうでこれが対立しているように見えるんだけどでも今言ったような言語の本質とか認知の本質のところまで、えー、踏み込んで考えていくと実はこう対立してない可能性もありますよね、うん、で結局確率というものが今世の、えーまあ、中を説見しているわけなんですけど特に主観的確率ですよねが世の中を説見しているんですけど果たしてそれって本当に主観的な 認知的ななもの,なのかっていうだからその主観これもう,もうずっとこれを一貫して議論とてか問題にしてるんですけど主観とか認知というものが、えー、客観の中に繰り込まれてるものだってことを考えた時に果たしてそれって本当に対立してるのかなっていう、えー、気がするだからプラトン主義数学に来るプラトン主義と論理実証主義も本当に対立してるのかなっていう感じがするでそれは結局その親王問題っていうか意識の問題 ですね、を突き詰めて考えていくと意識の問題については、まあ、IIT 統合情報理論についての、えー、マネイチャーの論文が出て論評が出てそれはあの僕も出ていた ASC っていう会議で、えー、クリストフ・コッホーとデイビッド・チャールーズりのセッションであってその様子なんかも背景に。 えー、ネイチャーがまあ書いたのに対して IIT が、えー、疑似科学であるっていうねシュードサイエンスだっていう、えー、批判を、えー、白腕ローをはじめとする、まあ、100人以上の方がオープンレーターを書いてそこはまあちょっと論争になってるんですけどでそのあたりの話もひょっとしたら、あのー、そもそも対立してると思われてることの背景にあるものは何なのかってことを突き詰めて考えていくと。 案外、えー、対立してないんじゃないかなと、本当の問題は別のところにあるんじゃないかなっていう感じも、僕は、するんですね。あとそ、その、これもなんか、もう、この時間帯になってこれ一応30分というレギュレーションなんで、この時間帯だって出していることではないんですけど、いわゆるその、なんていうんですかね、うんマ、マルクス・ガブリエルが言った、その、世の中には全て存在するんだと。だから、えぇ、制を着たユニコーン、もう月の裏側に存在するんだっていうような見方をすると、その、まあ、 可能世界論までいかなくても、そもそも存在する概念、存在するものと存在しないものというのは概念的にどう寸別されるのかっていう、えー、根本的な問題にもつながっていって、存在ってそもそも何なのかっていうことにもつながっていって、これはだから、えっ、ー、と、近年のマルチバース理論なんかですね、長紐と結びついたマルチバース理論だとも関係した、非常になんか、あるいはその多世界解釈だとかあの、可能世界論だとか、 そういうこととも関係した非常に、あるいはメタバースだとかそういうことも関係した非常に興味深い資材に我々を連れて行ってくれるんじゃないかなと思っております。ということで、えー、果たして数学は発明なのか発見なのかということを飛ば口に、えー、本当に久しぶりなんですけど、ワシントン DC から、えー、自分だけの部屋の新エピソードをお届けしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。そしてもしよかったらチャンネル登録もお願いします。